曹操を廃し、曹魏の実権を握った司馬懿。しかし彼はその後間もなく隠居、家督を嫡子司馬氏に託した。司馬氏は弟司馬昭と共に実力を持って義内に頭角を現していく。こうして司馬氏の台頭が著しい一方、曹氏は凋落の一途をたどる。それは司馬昭らと共に戦う夏侯派にとって人ごとではなかった。夏侯氏は系譜を遡ると武帝曹操の父曹崇と連なる家系。ならば自分もいずれは曹操らのように追われる運命か。そんな折、縁石である夏侯源が司馬氏により処断される。不安が極まった夏侯派は魏を出奔、蜀への亡命を企てた。それを知り夏侯派を追う司馬昭、王元気、郭淮、屈輪を並べる友の心を救うべく三人は漢中を駆ける。郭伯生、死ぬ気で参ろう。夏侯派殿はお父上を誇りにしていた。だからその血筋を大事に思ったのかしら。なるほど、ならば夏侯派殿は知るべきです。夏侯淵殿の偉大さは血ではなく心にあったと。そうですね、家柄に志が宿ることはないのですから。夏侯派のやつ、職に亡命だって。なんでそんな面倒なことを。曹操殿の失脚で不安になられたのでしょう。夏侯氏は曹氏に連なる家柄ですから。でも夏侯派には何の非もないだろう。まさか父親の仇、職に逃げるなんてな。そこまで追い詰めちまったってことか。俺たちが曹操を追いやったことで。それとこれとは話が別。それを夏侯派殿にお伝えしなくては。亡き夏侯淵殿のためにも、この私の命に代えても。夏侯派の亡命に協力してるのは蜀の脅威。奴を追い払えば話す機会ができるはずだ。そのためにも二人の接触を阻止する。今回は二手に分かれて進もう。一方は夏侯派殿の進路の妨害、他方は先回りして脅威の撃破でしょうか。ああ、その通りだ。行くぜ、俺たちで夏侯派を止めてやるんだ。夏侯派に会う前に脅威を倒さないとな。あいつがいたら落ち着いて話もできないだろう。俺と元気は西の道から脅威を。郭淮は山道から夏侯派の進路を妨害しない。夏侯派殿が我々を追ってと勘違いしている。姿を見せずに足止めしなくては、夏侯派殿が蜀に下ることになっては。私は夏侯淵将軍に顔向けできない。戦は知略でするもの。追い知るがよい。それはしない。今にも倒れそうな私の脳だが、一度目に使えるやもしれぬ。本当の捨て身だ。どこで狙うとは。だがあれを使えば石柱を倒せる。
で少しは時間を稼げたはず。この下の谷は獣の巣。落ちぬよう気をつけなくては。下がってるんだ。まさか父さんの霊が。いやいやいや、あれを落とせば時間を稼げる。この岩を奪えば下の橋を落とせる。あとは私の体力次第だ。突出すればどうなるか身をもって知るがいい。俺はなかなかの重労働。しかしこれで時間を稼げたはず。だ。命に変えてもここを守り抜く。一歩たりとも引くな。
でここに。まで俺を切る。俺も切るのか。曹操殿の思い、俺を切り、軍をしばしのものとする気か。まあ落ち着けって。俺たちうまくやってきただろ。それは変わらないと思うね。なら、なぜ曹操殿は。それはひとえに曹操殿の無能さゆえ。それすら分からず怯えきって。花公園殿は強く惜しかった。それは家や血筋ではなく、将として人としてのありさまあればこそ。花公園殿のご子息たるあなたがそれを継がずして何とされます。家じゃなく生き様を継ぐ。悪い父さん、かっこ悪いとこ見せちまった。みんなにも手間かけさせちまった。すまない。この借りは戦働きで返す。ああ、じゃあ帰るとしようか。